おはよう、朝から気合入ってんなの心。おしゃべりしよう。筋肉最高。何うるさいよ朝から。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、それじゃあ、これでまた昨日も行ってきたいんよ。あのパニーさんの島に。アイラに行ったっけ。この島に引っ越しするとき、タンスの中を大掃除したんだ。久しぶりに開いたら、たくさんぬいぐるみが出てきてビビったよ。確かクレーンゲームで撮ったやつだな。捨てれに捨てれなくて困っちゃうよ。柄じゃないよな、ハンナ。え、かわいい、ハンナちゃん。え、タンスの中からぬいぐるみ？なんかタンスって基本的に服をしまっとるイメージなんやけど。タンスの中にしまうもんなぬいぐるみ。そして、タンスを久しぶりに開くっていう感覚もよくわからんねんけど、毎日開かん？はい、それじゃあメッセージボトル。今日はあっという間に見つかったね。僕の知らない君へ。テレビで DIY 番組を見てたら、僕の DIY 魂に火がついて、こんなレシピをひらめいちゃった。作り方もとっても簡単だよ。僕でも作れたくらいだもん。作ったらいつか見てみたいな。手作り大好き、ドグローより。これはハムスターか。あのなんか土偶みたいな感じの。お、オレンジの服。この果物系もね、いろいろと集まっていきよるけど、全然作れないんだな。オレンジの服。あ、そっか、これオレンジやっけ。あれじゃない？カルピが着てる服じゃない？違う？あの、飛び盛りの時に着てなかったっけ。なんかあんな感じの柄やった気がする。はい、化石ゲットー。そしてさっき向こうにシャンティーが歩き寄るのが見えたよ。え、もしやシャンティーではなかった？あ、おったおった。びっくりした。違ったかと思ったよ。やっほー。あら、アイラさん、立ってば。話しに来たよ。今日はいつもより早起きできたから、いっぱい用事を片付けられて、なんだか得した気分だわ、立ってば。それは良きだね。朝からなんか、ね、歩きながらアイスを食べるという。おはよう、朝から気合入ってんな、の心。おしゃべりしよう。筋肉最高。何うるさいよ朝から。へへ、でっけえ声出すと腹筋にも効くんだってさの心。もうそれはわかるけども。やっほー、ツンドラさん、おはよう。朝から会えるなんて嬉しいわ。なのだわ。話しに来たよ。今日はいつもより早起きできたから、いっぱい用事を片付けられて、なんだか得した気分だな。得した気分だわ。なのだわ。シャンティも同じこと言ったっけ。観察しようかと思ったらずっとアイス食べよったん。はい、それじゃあ化石を持ってきたぜ。そして株価も見なければ。どうもー、いらっしゃいませ。ませたぬき商店へようこそ。ようこそ。どうもー、アイナさん、いらっしゃいませ。ませ、今日はどうなさいましたか。買い取っていただきたい。買い取りでございますね。ではお売りいただけるものをお見せくださいませ。ませ、ってことで、とりあえず、この三つ。いろいろお持ちくださったんですね。では計算しますと。はい。では、合計1万500ベルでの買い取りでいかがでしょうか。お願いします。ありがとうございました。マスター。またいつでもお気軽にご利用くださいませ。ませ。お。ここで、不要品買い取り。元も不要品買い取り強化キャンペーン。たぬき回り 150×2 ゲット。イエーイ。そして株価を。はいはい、はい。何かご用でございますか？今日の株価は。ただいまの株価、安い。90何ベルかぐらいでのスタートやったのにさ、なんかどんどん下がっていきよりやん。どういうこと？はぁ、安くなったけんこれからは上がると思ったのに。そちらの商品は手品セットでございます。お値段は980ベルとなっておりますが、いかがでしょうか？買っちゃいます。毎度ありがとうございます。980ベル、間違いなく頂戴しました。なんかこういうので、ちょっと、島起こしじゃないけど、そういうなんかね、イベントごとしおる場所みたいなの作りたいんよね。よし。さあ、それじゃあ、お、ライオネル、ヤッホー。僕の心の声が届いたのかな。待ってたよ、エイナくん。
何世間話でも。よーし、今日はライオネルの生い立ちを語った。え、また今度いいって？まさしく。定期的に語りたがるね。別に聞いてないよ。アイノさん、いらっしゃい。今日も来てくれてありがとね。今日のおすすめはアジサイだよ。もう買ったんだ、そこに植えてる。ちょうど今の季節に綺麗なお花を咲かせるから、ぜひ植えてみてね。それで今日はどんな子よ？ちょっと見てみよう。今日はこんな苗や種を持ってきたよ。あとこの辺は、ツツジはなんかずっとあるよね。コスモスにパンジーに。うん、他も全部あるかな。そっか、また気が変わったら行ってね。了解です。さあ、てことで。ちょっと今日髪色でも変えてみようかな。今まで髪型は変えたことあるけど髪色なかったよね。タヌキ開発マルチメディア端末、タヌポートでございます。1日1回のタヌポートへのアクセス特典マイルを付与いたします。7回以上連続ボーナス300マイル。ご利用になりたいサービスをお選びください。まあ、ちょっと明日から、夏本番って感じやん。7月から。やけん、ちょっと、いい感じに明るいヘアカラーを。おしゃれ、ヘアカラーベスト8は3000マイルになります。交換いたしますか？結構高いんよね。まあ、交換します。おしゃれ、ヘアカラーベスト8をプリントしています。プリントが完了しました。イェーイ。ふんふん。なるほど、納得。何が納得？新しいヘアカラーを覚えた。姿見はドレッサーがあればイメチェンできるかも。ってことでちょっと、どんなカラーがあるんやろ。これで？あ、髪。髪色ね。この下のが増えたってことか。1,2,3,4,5,6,7。多分そういうことよね。ってことやけん。ふう、派手。あ、これはこれでなんかかっこいい感じやね。まあ、なんか白髪と言われればそんな感じもするけど。緑に、水色。なんかこれちょっとあった感じせん？今のこの、服装というか。まあ、服装なんかコロコロ変えるけど。あ、かわいい！え、これ、こっちの方が合ってるか。あ、これいいね。で、オレンジに、紫に、ピンク。まあ、ピンクはなんかね、なんて言うんやろ。飛び盛りとかでも、公式というか、なんかメインがピンクっぽい感じやったやん。けん、そんな感じやけど。よし、赤にしよっかな、私。ちょっとチェンジしていくわ。赤にチェンジして、大人っぽいな。ちょっと明るい感じ。はつらつとしてるね。はつらつとしてるね。元気な感じ。いや、しちょっとしばらくこれでいこうかな。あ、でもこの髪型となったらなんかまたちょっと違うな。悩むね。え、悩むね。でも結局これかな。なんかこの色、髪色やったら、こういっぱい髪の毛があった方が、髪の毛があった方がというか、の方がいいような気もするけども。これでいくか。いいね。ツインって。まあ、でもなんか、派手と言ってもありそうな感じじゃない？髪色。若干なんか茶色が明るくなった、明るい茶色って感じ。実際には赤だけども。ちょっと活発な髪型になって良きやね。まあ、あのポンパもすごい良かったけど。よし。ちょ、ここに。1万ベルを植えましょう。はい、オッケー。てか思ったんやけどさ、もしかしたらジョニーとかさ、あれやないん。来とるけど、静江さんがお知らせしてくれんけんさ、見逃しとるだけとか、そういう日もあったのかもしれない。で基本的にさ、こう、何？お金集めとかしよるときってね、あ、キー揺すったり、そっちの方が増えてきたけんさ、お魚やーい、アンチョビと遊ぼうよーでし。いや、しかし、あれじゃない？
鳥に釣られたらさ、魚は確実に食べられるよね。食べられてしまうよね。ちょっとそれは恐ろしすぎて、遊びに出てきたくはないかな。うん、ハンナちゃん。ぬいぐるみが好きなハンナちゃん。やっほー。よ、アイナ。会いに来てくれて嬉しいよ。だってね。話しに来たよ。うちさ、この島で暮らしてるみんなのこと、ちゃんと知りたいと思ってるんだ。というわけで、あんたのことも教えてよ。そうだね。例えば、アイナの好きな飲み物ってなんだい？だってね。いちごあれです。コーラ、スポーツドリンク、野菜ジュース。いちごあれです。いちご。いちご。おれ。おれ。はい。いちごあれ？そうです。いちごあれか。なるほど。あんたらしいかもね。もしかして、いちごあれで乾杯するのがあんたの地元の流儀とか？そりゃ盛り上がりそうだ。だってね。いちごあれで乾杯かわいすぎか。そんなかわいいもので乾杯せんやろ。お。住民挨拶キャンペーン。たぬきマイル200。ゲット。さあ、そして。前からベッドこんな感じだったっけ？なんかこんなはみ出してきとるイメージがあんまなかったんやけど。そこのつみっこんぽで普段からいろんな音楽を聴いてるんだ。実家じゃうるさいって怒られたもんだけど、今なら誰にも文句を言われない。最高だね、だってね。いいね。実家。親がどんな感じか見てみたいな。何も入ってないんかい。やっぱそういう感じなのね。そろそろ誰かなんか入っててもいいような気がするんやけどな。そろそろっていうのもあれやけど。どうもー。アイナさん、朝から会えて嬉しいですよ。おしゃべりしよう。あ、ベルト付き水玉ワンピース、とっても似合ってますね。みんなこの服めっちゃ褒めてくれるやん。こういう可愛いテイストの服、私すごく好きですよ、よ。ありがとう。可愛い系好きそう、確かに、ルーシーは。ねえ、なんか反応してよ。全然反応してくれんやん。これはあれですか？本も読み出したから反応してくれないんすか？何かご用ですか？よ。世間話でも。私、普段から手書きで文字を書くことにこだわってるんです。最近はビジネスマンでも手帳を持たない人が結構いるらしいですね。システム手帳は重いので、私も持ち運びは小型の手帳にしているんです。スケジュールを完璧に頭に入れておけるなら、それが一番なんでしょうけどね。よ。システム手帳って普通の手帳とは違う？普通の手帳よね。重いっけ。でもなんかね、今って何でもかんでもこうスマホのアプリとかで済ませれるやん。だけど一応私、スマホのアプリでも管理しつつ、手書きのスケジュール帳でも管理しよるっていうね。なんか書きたいっていう感じ。お、カジローが。私、夜中にもカジローに教えてもらったんよ。あのね、夜中にカジローに教えてもらったのが、どれやっけ？どれだったかしら。こっちの方は多分イベント系のやけん違うよね。あれ？なんか結構ね、樹脂力高い感じのものやったんよ。何を教えてもらったのか、忘れてしまったなぁ。なんか可愛い感じのものやったんやけどね。作ってないんやけど。わからねえ。上の方にも別にないしね。よし、教えて新しいの。いてて、こりゃ腰に来るな。何してるの？アイアンアーマーシューズをちょっと工作してみようと思ってな。何そのいかつい感じの。難しそうに見えるかもしれねえが、こういうのはな、気合と根性で意外となんとかなるもんなんぜ。今じゃこういうことを DIY ってかっこつけて呼んだりするらしいが、俺は日曜大工の方がしっくりくるな。そうだ、俺の考えたアイアンアーマーシューズを作ってみるか。なーに、簡単だから心配すんな。作ってみたい。いいぜ、作り方はここにメモしてあるから、この通りに作ればバッチリ作れるはずだ。ありがとう。そんなに難しくはねえと思うし、アイナならお茶のくさいさいだろ。き。アイアン、間違えた。アイアンアーマーシューズ？言いづらいな。
でもごっつい感じ。ガッシャンガッシャン言いそう。ほら、アイアンアーマーシューズ。鉄鉱石だけでできるんや。へぇー。なるほどね。もうだいぶレシピも増えてきたね。よきよき。いい感じ。そう、これも置きたいんやけどね、園芸ワゴン。どの辺に置こうかなってめっちゃ思いよんよ。お花屋さん。レイジの隣にありそうじゃない?レイジくんがあれを引いてきました、みたいな感じで。うん。何を教えてもらったのか覚えていないな。覚えていないな。これか?アイアンウッドテーブル。あ、違うな。これこの間、多分ね、メッセージボトルの中に入っとったやつや。うん。そうだったと思われる。けん、まあ、わからんね。わからんね。何が増えたんか。なんか増えた順みたいな感じに。間違えた。なんかお気に入りに。あ、手に入れたじゃん。これで。あ、これか。ユリのレコードプレイヤー。あれ、さっきあった?全然見えんかったけど。そう、このユリのレコードプレイヤーを夜中にね、カジローに教えてもらったんよ。あんなところにあったんか。竹の直前ぐらいにあったね。なんか意外と男の子10人の方がさ、可愛いものを教えてくれたりする気がする。まあ今のは、いかつかったけど。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか今着とる、まあ、ベルト付き水玉ワンピース。これなんか結構長い間着とるけん、みんな気に入っとんかなって触れてくれるんかな。なんかしばらく着とる気がする。